<laughs> なんかそさ名前は出さないけどこれさ言ったっけあのさ、あのーまあ、まあどう某俺が出てるラジオのゲストに実況者が来た時に名前出さないよ一番はじ初めの俺が MC じゃなくてアシスタントの時よ今日で忘れようこういう名刺出すとめんどくさいことになるからほんで、まあ、ちょっとアイ,アイドル系のすっごい女の子たちがいっぱいぶわって群がってたのね。 叩きすぎて,てめえどの面おめえみたいなブスが世界旅してんじゃねえみたいなコメントがありすぎて外の女の子たち泣いてたんだよあれやばくない俺さどんな顔してその諸悪の根源が隣に座ってるみたいなあれマジで泣いてたんだよ泣いてたんだよあれ俺もう本当にいたたまれなくて俺あれ 俺、唯一マジで今でも本当に謝りたい、本当ごめんって、そういうわけじゃねえんだって、俺の視聴者も悪いやつばっかりじゃねえんだっていうのを、本当にね、だ例えあれな、そんな別にさ、よかったねみたいなときもあるじゃん、素直なことは俺、すげえいいことだなと思って、<laughs> なんで俺らがアイドルう駄に気付かないといけないんだ、<laughs> だから俺、別にそれはいいなと思ったんだけど、1人、2人じゃないんだよ、その、広島カープのウェーブみたいな感じでさ、1人だき始めたら、連載でだき始めたって。 もう俺はあれはちょっと地獄だった俺もうニコラジのアシスタントやめようかなって本当に初回にしてマジでねあのー、鼻をへし折られた俺は絶対やっていけねえと思ってただまあねスタッフの人とかがさ、まあ、よくしてくれてなんだかんだでさみんなのことをあの、ね、気遣ってさやってくれてるからうまいことうまいうまくうまいうまいこと言ってるか分かんないけど今までやってこれてるけどそういうね事件もあったんですよその辺の辺だから もう身分証からはそう NG ですよ。